日本のロボット技術は世界の最先端と言われているが、日本のテクノロジーなしでは現在のロボット産業は成り立たないとまで言われている。それほど我が国のロボット技術は飛び抜けて優秀と言われており、今後は世界のトップリーダーになるのではないかと言われている。特に高齢化が進む日本では、介護等の分野で日本のテクノロジーを応用したロボットが開発され、現場では活躍し始めたとも言われている。そんな日本のロボット技術が注目され話題になっていた。ではどうぞ。今回は動作拡大型スーツスケルトニクスの映像から。スケルトニクスは装着した人の動きに追従して動くリンク機構を使い、四肢の動作をトレースして拡大する搭乗型のロボットで、動力はアクチュエータは使っておらず人力のみとなっています。その凄さは映像でしか伝わらないかと思いますが、とにかく緻密で精巧で凄まじい完成度になっています。海外からも驚きの声が殺到していましたので、その一部をご紹介します。海外の反応。実際はロボットがあの男の人を操ってるんですけどね。アメリカ。彼らは俺の子供の頃の夢を現実にしてくれた。イギリス。またあの国なんだな。ブラボー。ブラボーだ。アルバニア。日本は未来にあるからな。ここテストに出るぞ。ルーマニア。俺の中の少年の心がうずきまくってる。国籍不明。ロボットを怖がる人の気持ちがちょっとわかったわ。アメリカ。人を楽しませてくれるものはいつだって日本からだね。イタリア。日本はたまには後ろを振り返ってみようか。ブラジル。インテルのロゴが入ってる。なんでや。香港。日本人だけ見えてる世界が違う疑惑。ドイツ、異在住。すべての少年の、いや、すべての男の夢だねこれは。香港。こんなの誰だってビビるだろ。未来とは、今だ。アメリカ。日本にインテルが入ってるんだもん。そりゃこうなるわ。インドネシア。とうとうエヴァンゲリオンが作られていくんだな。オーストリア。うわ、これ本当なんだね。日本は桁外れだ。インドネシア。これで、日本に愛情を抱けない方がおかしくない？イギリス。あれでハロウィンパーティーに乗り込んだら、一躍スターダムにのし上がれるじゃんよ。アメリカ。これが、世界の終わりの始まりになる気がしてならない。イタリア。モビルスーツも絵空ごとじゃないってことか。台湾。ここまで進化してるのか。復讐が怖いし、日本とだけは争っちゃダメだが。フランス。これを革命と言わずして何という、って感じだ。タイ。日本って、1800年代中頃までは、技術的にかなり遅れてたのに。それが、今じゃ最先端にいるんだもん。面白いよ。もともと頭の良い人たちなんだろう。イギリス。日本の文化がかなり進んでるのは、宗教に縛られてないからだと思う。アメリカ。むしろ日本人にできないことをお教え願おうか。アラブ首長国連邦。これから、あの国は平行世界にあると思うことにした。ブラジル。機械感しかないのに、美しさすら感じられる。チリ。動作が細部まで完璧すぎてやばい。台湾。巨大ロボは日本の1000倍特許だけど、あくまでもフィクションだった。だけど、日本人はノンフィクションにしたんだ。すげえよ。すげえやつらだよ。ブラジル。人類ってこんなに進化してたの？マジで、もう、そろそろガンダムが誕生するかも。コロンビア。おーおお。怪獣から地球を守るのはやっぱ日本人なんだな。国籍不明。日本勢勢は、そんなにクールでいられると、俺たちが輝けないだろう？アメリカ。これドッキリ映像じゃないよね。日本なら、本気でロボ軍隊を作りそうだよね。インドネシア。これさ、本気で飼いたい人間腐るほどいるだろ。カナダ。日本が進んでるのか、俺たちが遅れてるのか。
イタリア。俺、日本に行ってロボット工学勉強してこようかな。ポルトガル。なんだかアニメが現実化し、映画の画面から飛び出してきたようで、本当に素晴らしいアイデアで、さすが技術大国日本だと感心していた。しかし、このロボット技術ではスパ抜けていると言われる日本だが、米国シリコンバレーのロボット技術の方が日本より進んでいるという見方もあると言われている。それは、日本のロボット技術はハード面では高いのであるが、日本のロボット技術の弱点としては、ハードより AI 開発が重要であると言われていた。その面で、ロボット大国を自負する日本としては、AI の技術開発が最重要課題であり、ハードとソフトの融合が、日本の明るい未来を築くに違いないと言えるのではないか。